総大闘争とは、早稲田大学で全学的に展開される大学闘争を指す。競技には、早稲田大学で1965年末から学費値上げ、学生会館管理問題から始まった、早稲田大学での学生運動、いわゆる第一次総大闘争を指す。抗議には、1960年代後半の第二次総大闘争、1970年代前半の、 第三次総大闘争も指す。政治党派に属する活動家学生だけでない広範な一般学生も闘争に参加したこと、闘争主体が全教頭を名乗ったこと、全学バリケード封鎖という実力行使という方法など、後に全国で活発化する学園闘争、全教頭運動の先駆となった。この闘争は、後に起こる闘争と区別して第一次総大闘争と、 呼ばれる。第二次総大闘争は、反戦連合が主体となって、学生会館選挙闘争が行われた。この時、政経学部学長室封鎖が行われたが、日本共産党系学生により封鎖解除された。上野俊樹立命館大学名誉教授、堀口賢治は世田大学元副学長も率先して、封鎖解除側として行動した。第三次総大闘争は、 角丸派による川口大三郎事件をきっかけに、総大学生運動を暴力的に支配する角丸派に対する和瀬田解放闘争として戦われた。反角丸派政治党派の活動家のみならず、ノンセクトラジカルや一般学生らによって角丸派の暴力支配に対する戦いが行われたが、角丸派のテロルなどによって闘争は沈静化された。 壮大が80周年事業の一環として、第二学生会館建設計画を発表。ありがとうございます。